サービス精神でやっぱりゲームを作ってるんで、いいものを作るとか、いいっていう基準って人によってまた違うと思うんですけどね。僕はやはりサービスコンテンツでないと偉そうに作ってるつもりはないし、何か人が、まあ、薬とでも笑ってくれるってのは、それはサービスをしたから薬とできしてもらえたわけで、そういう要素ってのはもうどんだけでもやっていきたい。多分ね、小島さんで1万人でも100人でも1人でも笑ってくれる。大丈夫ですか？ちょっと病気の気は。お前なんでかぶってる？かぶってる。お前はなんでかぶっとん？いや、なんか今日僕も声がかかったんです。出るらしいよ。マジで？なんで辞退せんやろ？いやいや、じゃあせっかくだからいいかな。いやいや、ほんまに。うわ、おもろ刺されへんかな、あれ。サクって。顔が半笑いやねんけど。それで撮ってもらうで。早っ。おー、すごい。何週間するのよ。はい、OK でーす。すげえ。うわ、すごい。すごい、すげえ、はい、顔がいいやん。こんな顔がいい。あー、おー、おー、おるよ。カナやったらやないやろ。目おかしいぞ、目おかしい。大丈夫か。ちょっとおかしいね。すげえ、すげえ、怖いよ、怖い。怖いそれ。ちょ、これ、あれやん。どうなんやろ。ありがとうございました。あの取り直しがあったらいつでも言ってください。パッときますんで。ありがとうございます。全然フラッときます。すぐきます。うん。なんかなんぼでも取る。なんぼでも取ります。はい。ね、出来上がってからそれに合わせてもええぐらい。ほんまっすよ。ほんまっす。ちょっとこれやっぱ変えてくれへんやったら、わあ行きますわ。カラスとかもやりますよ。なんで出てくると思ってんねんもう。いや、おる、絶対おる。いるんですよ。あ、そうなんですか。絶対したいっつ。あと、オカマもいるんですよ。オカマもいてる。いや、どうしよう。何でも言うて、何でも相談に来て、お金の話以外なら。お前、のぶといねん。何がのぶといねんな。あんなこといないの、お前。あんたは男前やな。いや、違うな。そうね。あそこ以外は。あそこってないまあ、滝で修行しようと。で、最初単なるバランスゲームみたいにしてたんですよね。どうにも、まあ、ゲームにはなってるけど面白くないよねと。
龍らしさがないみたいなところがあり、でやはりそれは煩悩を断ち切る、煩悩とは何ぞやと、やはりあそっち系かなみたいなところから、情けない子にはお仕置きだよ。これが欲しいのかい？犬は棒が好きだからね。女王様とお呼び、まあ、いわゆるタイミングゲームをちゃんとクリアして、でそれをクリアしきるとおいいよと。ただ逆にその煩悩ですから、煩悩は目に入ってきた、だから絵を見ちゃうとタイミングゲームがうまくいかないし、うん、タイミングゲームをしてると当然絵には目がいかないはずですから、それは断ち切れたという結論になるんじゃなかろうかと、強引ですけどね。器用な人は両方やるんでしょうけど、それはそれでまあ悟ってるわけですからね、素晴らしいっていうことで。そんなところそんな風にしちゃってバカな男ね。さあご褒美よ、好きなだけ。そうですね、まあ花札なんかもそうだし、まあ、カルタなんかもそうだし、まあ、カードゲームっていうのがね、なかなか実は昔はそこそこあったんだなと思いながらも、まあいわゆる定番的に遊びたい、まあ、サイコロ系の何か賭博系の遊びだったりもそうですけど、あとは大きく増えたのはやっぱり座敷遊び。二人で仲良く遊びましょう。行くぜ。はっ。よし。僕らもなんか時代劇のワンシーンでこうセンス飛ばしてるなんか割り大官のシーンなんかいっぱい見たことあるんですけど。外してしもった。ちゃんと調べるとその飛ばし方で点が決まったりとかですね。ちょっと男前な飛び方だったりとかなんかいろいろあるらしいんです。そのなんかバカバカしい奥深さがこれいいねみたいな竜向きだよねみたいなところとかで、まあ今回はそれをそこだけ切り取るんじゃなくて、そのまあ遊郭という場所でモテる要素として使おうみたいなのも、まあちょっと傾向が違ったり、やっぱりお酒の場だから単純で勝敗が分かりやすくて見てる人間も楽しいっていうエンターテインメント性をちゃんと満たしてるんですよね。ああ考えてあるよねみたいな、それこそ今でいう王様ゲームじゃないけども、部屋で二人きりやったって全然面白くないんだけど、なんかあの場で楽しくなるようなものみたいなものってのはやっぱ昔の今もちゃんとその考えられてるねみたいな、でそういうのを紹介して、おお、あこういうあれあのシーンでやったふうやこういうもんだったんだみたいな。実際僕も京都行ってもう芸者さんとちょっと教えてもらいながら、芸者さんって80歳ですよ、だからそれで楽しさにもいろんなパターンがあるのでまさに勉強に行ったって感じなんですけど、今回紹介したもの以外にもこの龍が如く剣山にはさまざまな要素が詰め込まれている。その要素の一つ一つがゲーム内にバランスよく配置されることにより、それはゲームの密度となる。この密度という点において龍が如くシリーズは世界でもトップクラスのクオリティを誇っている。そしてその密度をクリエイター名越はサービスだという。結局ね、不安なんですよ、うん、自信があってものは作るんだけど、
究極ユーザーのところの目線になるといまだに不安でしょうがないんですよね。本当にこれで喜んでもらえるのかなとか、本当これでいいのっていうのはずっと思うし、さ企画の段階から思うし、リリースする今日もアフターアップだっていう日も思うし、もうどうしようもない、あもう今日出すしかないんだけど、それでも本当に良かったのかなってやっぱ思うし、その不安から生まれるそのサービス性っていうのは本音としてはありますよね、うん、だからこれはでもいい不安だと僕は信じてるんで、この気持ちは失うべきじゃないんだろうなっていう気持ちではありますけどね、うんうん、クリエイターとしての不安、サービスの裏側にはそんな思いがあった。そしてクリエイター名越がこの龍が如く剣山で伝えたいこととは、本来特に剣山は日本人ってのはすごい魂がやっぱり潔くて誇りの高い民族だったはずだし、僕らその DNA を受け継いでるし、でもなんかそのプライドとはちょっとかけ離れた事件や考え方が今氾濫してないですかみたいな気持ちになっていて、ゲームってあくまで楽しいもののためにあるんだけども、学校の授業でも他のメディアでも語ってくれないようなことをゲームってのがあえて語る、ここでいろんな男のいろんな考え方、死ぬとはどういうことかとか、そういうことも含めて、緊張感と、豊かな人生の喜びとみたいな、その両極端を学べるような楽しめるような、コンテンツに今回は目指そうと思って、それができたんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はい。